はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回はパワープロ2020栄冠内バントのみで全国制覇、続きをやっていきたいと思います。で、前回夏の甲子園大会予選で、準々決勝を敗退してしまいました。今回その続きになります。チームは3年生が抜けて2年生中心のチームになってるんですけども、前回の反省点ですね、まずはバント、これがね、ちゃんとできない選手がいる、スクイーズが失敗するケースがあったというのと、あとは、盗塁、特に3盗で失敗するチャンスを潰すっていう、この2つ反省点あったと思いますので、今回はこの新チームでですね、反省点を潰していこうというふうに思っています。なので合宿目前なんですけども、バントとね、ダッシュ練習、特に盗塁と内野安打、バント丸、これをね、取っておきたいというふうに思います。秋季大会は残念ながら敗れてしまったので選抜出場はないです。なのでまず合宿でね、しっかり選手にはバント、あとはね、内野安打、このあたりをね身につけてもらいたいなというふうに思っています。ヘッズラ、できればね内野安打、盗塁、このあたりをねみんな上げていってくれると嬉しいんですけどね。ここはバント練習にしよう。みんなバント丸身につけてほしいですからね。バント職人、バント丸でもいいんですけどね、できればねバント職人が一番いいんですけど、まずはバント丸、これをね、できれば全員持ってほしいなぐらいにね思ってます。であとは内野安打欲しいよね。内野安打、盗塁、インターバル走で一人でも多く身につけて欲しかったところですけどね。ここでも誰か、ヘッスラ、ヘッスラ、ヘッスラだけが、バント職人ね2人身につけてくれたのでよしとしましょう。あとはところどころに散りばめられているであろう特能練習ですね、これをしっかり踏んでいけるように注意を払っていきたいと思います。そこでね内野安打だったりバントだったり、そういうものをしっかり身につけて、いければいいかなと思います。では夏の甲子園大会予選まで進めていきます。はい、では公式戦ですね、夏の甲子園大会予選、まずは甲子園出場できるように予選戦っていきましょう。1年生ねこれぞっていう選手が入ってこなかったので、スターティングラインナップ大きくは変わっていません。一つ戦略としてはですね、唯一魔物を持っている笹田くんっていうね、3年生のキャッチャーいるんですけども、彼は温存しておいて、ここぞというところでね魔物を発動してくれることを祈って、投入していくという戦略で臨んでいきたいと思います。1回戦目、市原水産高校総合戦力 E ですね。スターティングラインナップご紹介しておきましょう。1番中井くん、パワーヒッター持ちです。総力 S、ただねバント盗塁あたりは持っていないのでどうかというところですね。2番脇田君、バント職人、内野安打丸、走力100です。3番森山君、バント職人持ってます、走力 S。 4番阿部君、走力 S、 あとはバント丸、内野安打丸、盗塁も B です。5番中丸君、走力 A、 盗塁 A。 6番新井君、バント職人、内野安打丸、走力 S。7番三浦くんですね、総力もうすぐ S です。8番キャッチャー A、 総力 A の島津くん。そして先発ピッチャーは、寸前とスロースターター消せてないんですが、変化量の多い変化球2球持っている克実くん、球速も160キロ投げられます。この戦力で戦っていきたいと思います。まずは手始めにセーフティーバントね決めていきましょう。ここもねスクイーズを決めていく場面ですね。うわ外された、しょうがないよね。できればねこういうスクイーズ失敗とかっていうのは減らしていってもらいたいなとは思うんですが、スクイーズは当然警戒されて、どうしようもないっていう場面はね当然出てくると思うので、そういったところで、スクイーズをいかに決めていくかと、点を取っていくかということになろうかと思います。うわ、
ここにセーフティーも打ち上げたか。脇田君はねバント決めてほしいなとは思うんですけどね。中森くんですけど、ここはスクイズ。うわ、ここも打ち上げたか。三塁もアウト。こういうプレーが続いてると流れはすごく悪いですよね。こういうことが起きると。なんでもないイージーな当たりですけどね。ああいうことが起きてしまうので、ここは盛り上げる。使っておいて確実にアウトを取りましょう。さあノーアウトランナー二塁ですね。ここは送りバント。いやバント丸がついていないとちょっとやっぱりこのあたりバントの、ね、成功率っていうのがすごく悪くなってきてますよね。得点チャンスというのはやっぱりどうしても多くはないので、そういうね、チャンスの場面でしっかりバントが決められないとどうなんだいという感じにはなってきます。ここは片寄君を入れてスクイズを決めていきましょう。バント職人もちろん、ここはね綺麗にバント職人らしい、スクイズ2点目ですね。で先発交代しましたけど、あの3年生のね、あ、しまった、普通にやってしまった、ごめんなさい、普通にやっちゃいました。どうしても癖で普通にやっちゃいましたね。ここはちょっとご愛嬌ということでご容赦ください。もうね、バントしかできないよ、バントしかやらないよってね、ちょっと常々操作するときは頭に入れておかないとついつい今みたいにやってしまうんですよね。しかもそれがホームランとかになっちゃうとね、おいおいとお叱りの言葉も出てきてしまいそうなんですが、もうねバントしかやらない、絶対バントだよっていうね、ちゃんと肝に銘じておきます。ランナー一人置いて迎えるバッターは三浦、今日はここちょっと三投厳しいかな。ピッチャーに取らせてバントセーフ取る、これがやっぱりそのバントでねセーフになるバント職人であれば、やっぱりピッチャーに取らせるっていうのはね徹底してもらいたいなと思いますけどね。さあ森山くんがここでねそのスクイズとかを決められるようになってくると、お得点がね計算できるようになってくるんで、まあ嬉しいなっていうね、そういうポイントになりますね。このセーフティーバントもうまいよ。中森くんがバントを決められれば、ゴールドっていうね、そういう展開ですね。ここでスクイーズは決められるような状態ではないのでセーフティーバントですね。ちょっと当たりが、良すぎるというかね、サードの前に転がしすぎましたね。はい、1回戦目は1回だけねちょっと操作をミスしてしまって、バントじゃないプレーをしてしまいましたけども、しっかり勝ち切ってます。さあ2回戦目の相手ですね、総合戦力いい習志野高校相手です。1点ねビハインドになっていますね。ちょっとね総合戦力いいの相手高校に負けるわけにはもちろんいかないので、ここは確実にいい点をね、取っていきましょう。バントが決まってノーアウト満塁から3点取ってくれてます。これもうまいバントですね。そこからのスクイズ、
この回を抑えればね、コールドっていうゲームになってます。アウトコース高め、ピンチヒッター、もう少しできればバント丸、バント職人、内野安打丸あたりを持ってる選手をね増やしていきたいんですけどね、まあ、どうしても特能になってるので、特能練習あるいは合宿とかが来ないとね、なかなかまあそれらの特能が身につけられないっていう状況なので、どうなんだろう、試合でバントしてバントを成功させてればバント丸試合の後でもつく可能性はありますけどね、まあ今のところそういう選手は出てきてない状態です。では鬼門の準決勝に進んでいきます。では、準々決勝総合戦力 D、 君津第一高校相手ですね、まあ、いきなりいい場面なんで、ここはもう揺さぶり使ってセーフティーバント決めてくれ。一塁はセーフ、まずは1点先制。さあ4回の表ですね、逆転を許してます。あそこでね、追加点を後続のバッターがね、取ってくれてればもうちょっと楽な展開にもなったかなと思うんですけどね。セーフティーも決まります。ノーアウトランナー二塁になって、ここは盗塁が危険なので送りバント決めていきましょう。確実に送りバントで、ちょっと危ないかなと思いましたけど送りバントが成功してます。そしたらスクイズ、これでまずは同点。二塁ランナーはどうだろう、三塁行ってくれたらよかったんですけどね。このセーフティーは落ちればセーフになる。でここからねバント職人が続くので、ちょっとね、バントに期待をしていきましょう。このキャッチャーなかなか肩いいっすね。これはただバント職人だけど、ちょっと打球の勢いを殺せなかったですね。さあノーアウトランナーがどうだ、三塁一塁、ここでまたね勝ち越しを許している状態なので、スクイズ決めないとまずいなーっていうところだけど、だ今の場面はどうだろうね、代打出してでも、おスクイズを成功させた方が良かったかもしれないですね。まあ、結果的にね同点に追いつきましたけど、あそこでスクイズ決めてれば、まあさらにね、点が期待できるっていう場面だったと思うので、ここは笹田君出します。魔物持ってるね、まあ、唯一ね魔物持ってるのがこの笹田君なんでね、ここは大事にいきましょう。で勝見君のところですが、ここも代打出します。片寄君を出そう、セーフティーバント、これさ二塁ランナーサードまで行ってほしいよね。この場面どう考えてもサードまで行けるからね。さあここもセーフティーバント、これもうまいバントだ。あー切れたか、サードのダッシュがちょっと弱かったのでその分切れてしまいましたね。はい、ここはね魔物の力を使って大量得点で、勝利重ねましたね。この次、準々決勝ですね、ここを勝って準決勝決勝と駒を進めていきたいんですが、今のは本当に完全にね、魔物に頼った試合だったんですけど、魔物が毎回発動できるわけでは当然ないので、魔物がねいない中でどう戦うかっていうところになってこようかと思います。
そうか、どうなんだろうな、まあ、唯一の魔物持ちである笹田くんをね、まあ、どういう風にうまく打席を回すかっていうのもすごくポイントになってくるかなと思うんですけど、スタメンにしておいて、もし、まあ、張り切り男にならなかったらスタメンを外すっていう使い方、まあ、そういう使い方ももしかしたらありかもしれないですね。まずはスクイズで1点取りに行きましょう。スクイズ決まった。この試合初の得点が入りました。これでまずは1点。ここからはね、セーフティーバントを織り交ぜながら点をね重ねていきましょう。さあノーアウト満塁ですね。ここもスクイズをねうまく決めてほしいですけどね、打ち上げるよね。まあああいう場面でねスクイズをしっかり決めてくれる選手になってくれないと、甲子園出場、まあ、さらには甲子園優勝っていうのはねなかなか近づいてこないかなと思うんですよね。さあこのピンチですが、ここは点を取られたくないので山形くんを出して、盛り上げるを使って守備を固めます。これを打ち取ってセカンド中井くんが落下点、3点リードのまま終盤戦に入ります。ここはまず盗塁でランナーを先に進めましょう。一つ先行チーム14で、ここからまずはセーフティー、まあ、送りバントですね。送りバントじゃないからランナーがねパッと飛び出さないんですよね。ここは送りバントにしましょう。これでワンアウトランナーが三塁二塁というところなので、まあ、代打笹田くん送ります。笹田くん足も速いしね、あのもし、まあ、今回のように、まあ発動できなかった場合、魔物を、まあ、それでもねあのバントとして使っていくという形ですね。この守備の乱れの間に1点入ったっていうのが大きいな。ここは、まあ、送りバントかな。送りバントだからランナーはね飛び出してほしかったね。サードが特にいいボール取りに行ってましたからね。最終回まで来てますが、ノーアウトランナー二塁一塁、まあ、5点差あるのでね、まあ、セーフティーリードなとは思うんですけど、ここは0点で、いってね、準決勝決勝と弾みをつけていきたいなと思いますね。なんとかね0点で3年生の完封リレーを見せてもらえればなと。最後の大打者できるか。ここは残念ですがタイムリーですね。1点返されます。そしたらここで、バテてますしねピッチャーを変えていきましょう。ここはねビシッと決めてもらいます。これで準決勝突破です。2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは阿部。準決勝の相手、総合戦力 A、市原高校。ここを突破しないと甲子園の出場はない。いや、キャッチャーの出足もいいし、送球も強いわ。これは本当に厳しそうだぞ。なんかバントがね成功する気がちょっとしないですよね。キャッチャーの出足もねいいですよね。ちょっと能力見ますか、相手の。これは強そう。まず投手データ相手ですね、コントロール A、 スタミナ A、 そしてこの変化量スラーブ、スライダー、スクリュー、短期ですね。でキャッチャーは
相内くん、肩 A か。守備力も高いし送球も B だ。この高校相手にね点取るのは骨が折れそうですね。ここはただうまいバント。サードはどうなんだ。サードがそこまで、今あのフィールディング見てる感じだとねうまそうではなかったですよね。唯一の穴かもしれない。守備力 C、 補給 E、 ここが唯一の穴だ。ここを狙っていきましょう。スクイズ、決めてくれよ。よし、うまい。このスクイズうまいですね。島津くんのところちょっと早いですけど、代打笹田くんを出しましょう。魔物がない、魔物があればっていうふうにねちょっと思ったんですけどね、まあ、ただそれでも綺麗にバントは決めてくれましたね。ここはスクイズ、あ送りバントにしてしまった。中井くん足はいいんでね、セーフティーバントにかけましょう。このセーフティーはよし、2点目。ここからねバント上手い選手続き言いますからね、しっかりとバントを決めてもらって点をもう2点3点取っておくとね、まあ少しは安心になるんですけどね。ここもセーフティーバント、このバントも上手い。よし、3点目。総合戦力なんといっても A なんでね、もうちょっと点は取っておきたいかなと。ここで森山くん揺さぶり使いましょう。でセーフティーバット、うーん、これはサードがさばいてスリーアウト、3点止まり。このピンチですね、ここは盛り上げるも使って、まあ、78球という球数ですが、あ励ますも使っちゃいましょう。で緩急重視、ここはね三振が欲しいですよね。ホームランなんて持ってのほかだからね。よし、こういうねフライでアウトが取れると展開的には楽になります。そして刺す、よし、これでスリーアウト。この回0点でしのぎました。で4番の阿部君、セーフティーバント、このバントもうまいね。でここで新井君くせ者使ってできればセーフティーバントでセーフになってほしい。うわめちゃくちゃうまいわこのバントは。これで新井君はランナー一つ進めましょう。盗塁してアウトか、うー刺されたか、いやーもったいなかったな。あそこは先にスクイズで追加点を取っておいた方が良かった、まあ、あのそういう場面だったかもしれないですね。ここは送りバントしてランナーを進めましょう。これでね、スクイズ決められる局面になりましたので、まあ、スクイズを決めます。これで4点目。克実くんはもうここスパッと切り替えましょう。海斗くんに変えます。海斗くんもね変化量多い、いい球持ってますからね。4点、ここも0点でいってほしいけど、どうだ追いつくか、うーんこれは2塁だ。ノーアウトランナーが3塁2塁。ここからね上位打線に回ってくるんで最初失点でいってほしいけど、これは入るか、スリーランホームラン。海藤君がね、まあ、打たれてしまったと。すごく悪い流れにはなってます。ここは盗塁を決めてほしい。よし、三投はねちょっと難しいかなと思いますけど、三投に挑戦。矢のような送球でスリーアウト。さあ9回の守り、ここをこらえられれば心をねなんとかねこらえてほしいところですよね。総合戦力 A、
ここを撃破できるかどうか。これでワンアウト。まあ、下位打線といえどね、あの総合戦力 A の高校になってくると全く油断できないですからね。まあ、ホームラン打たれるリスクも当然出てくると。これはセンター前。そしたらここで山形君にスイッチしましょう。ちょっとピリッとしない海藤君なんで、ここは山形君にスイッチ。持ち前の熱血使って緩急重視。ゲッツーとは言わないまでもね、今のでもな、ちょっとショーバウンドさせて、待って取ってショーバウンドさせてゲッツーっていうね、そういうプレーでも良かったのかなっていう感じはしますけど。よし、これを落ち着いてさばいて総合戦力 A、これを撃破。あと1勝で甲子園出場ですね。はい、では決勝戦になります。この決勝で勝てれば、あるいはバントのみで優勝、まあ、そういうことになりますね。さあ、ここはくせ者を使ってバントの精度を上げてセーフティーバット。このバントが決まった。まずは先制点。この後ね、追加点取ってくれると嬉しいんですけどね。まあ、追加点はね取れてないと。ここはもう本当にコンピューター任せのところになってるので、どうにもならない場面だったので、まあ、しょうがないですね。さあ、1点ビハインドの場面になります。ここはセーフティーバントかな。これでランナーがノーアウトランナー三塁一塁。森山君のところでスクイズ決めたいけどな。バント職人、くせ者使ってでもスクイズ決めましょう。まずは盗塁。ちょっとヒヤッとする際どい、そういうタイミングでしたね。よし、このスクイズ決まった。一塁もセーフ。いいバントだ。まずこれで同点。この後阿部君のところでもスクイズ決めましょう。これで勝ち越し。まずはリードで、奪っておくという展開でね、ゲームの方は進めたいですね。これもね、三塁に取らせればあのセーフに十分になるというところですが、これはアウト。ちょっとまだ伝令を送るの早い5回の裏、相手はね3番4番とこういうところになります。4番の野垣君はタイムリー打ってるね。ここを抑えられればね、切れてくれ。やっとして、いやー、逆転ツーラン。さっきのが入ってくれてた方が良かったね。フェアの方が良かったね。これでワンアウト、ランナーはありません。ここはハゲマスを使って0点でしのいでほしい場面ですね。ここ点取られるとね、残り7、8、9と3回しかないんで、まあ、その間にチャンスがね、どれくらい演出できるかっていうところになってくるんで、できればここはねしのいでほしいですね。さあ、ノーアウトランナーが2塁というピンチですね。ここは伝令使って盛り上げ使いましょう。あとここもね、怖い、まあ、クリーンナップ。先ほどねホームラン打たれてる野垣君とかになりますからね。よし、これはアウトだ。うまーくさばいてくれたな。ここはまず盗塁でランナーを進め、中森君がセーフティーバント。これは落ちるぞ。できればね、今のフライ、ショーフライの状況を見て、ランナーを、ね、進んでほしかったかなという思いもあるんですけどね。松浦君のところ、ここで代打笹田君を出す。魔物を発動するかどうか。まずここが一つありがたい、使わせてもらいましょう。スクイズ、これでまずは同点。この後ね、勝ち越しまで確実にできるように、ちょっと祈りましょう。
よし、まあ、ちょっとね下手を打ったプレーですけど、まあ、結果は偉いですね。勝ち越し点、まあ、できればもう1点2点と取っておきたいかな。勝見くんのところも代打出しましょう。威圧感を持ったバント職人ってね、どんなやつだって話なんですけど、ここはセーフティーバント。これでもう1点追加点です。まあちょっと魔物使うのはどうなんだっていうね、ご意見、まあ、当然出てくるとは思うんですが、やっぱりバントだけで勝負するとなるとね、なかなか魔物がね使えないと苦しいかなっていうと、まあ、そもそも今回のチームだと魔物使えるねあの選手は1人しかいないので、まあ、その1人も確実に魔物が発動するわけではない部分もあるのでね、ちょっとご容赦だけいただきたいなと思います。ここはランナー盗塁させましょうよ。でそこからセーフティーバント。さあ9回の裏です。ここを制することができれば甲子園のね出場ということになります。ピッチャーは3年生山形君ですね。貝またぎで入ってもらってますね。これは褒める、いや盛り上げるを使っているので、守備はね、いつもよりも固くなっていると思います。ここもサード阿部君が取って一塁へ、2アウト。さあ甲子園出場まであと1試合、1試合じゃないね、ワンアウトですね。これもファーストが抑え、ジャンピングスローでスリーアウト、甲子園出場。まずはね全国制覇、そのための甲子園出場をここで決めています。では次回はですね、合宿からプレーの方を進めて、甲子園本大会の方にね、プレーのオーバーを移していきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。